どうもパシーチャンネルでーす。はい、今日はですね、何の動画かと言いますと、久しぶりにトレファク様にてですね、プラレールトーマスシリーズのが売ってましたので買ってみました。さあ、何を手に入れたんでしょうか。こちらでございます。ててれー、なんだよと思う方もいたと思いますが、実はですね、びっくり顔パーシーなんですけれども、こちらがね280円で売ってましたんで、はい、買わせてもらいました。安すぎるでしょマジで。なんでこんな安いの。980円とかでね、ゴードンとかトーマスとか売ってたんだけど、なぜパーシー280円。動かないのかなと思ったけど、ちゃんと動きます。はい、そしてですね、なんで買ったのかというとですね、パーシーめちゃくちゃ持ってるんだけど、いらないやつは結構売ったりしてるんですけれども、間違ってですね、売りすぎちゃってびっくり顔パーシーなくなっちゃってたんですよね。うん、だからこの前あそこにあるけどね、チョコレートパーシーも買いましたし、はい、普通の顔のパーシーはめちゃくちゃあるんだけど、そうびっくり顔のパーシーがですねなかったので、ついつい買ってしまいました。まあ本当280円で売ってたんで、ついつい買ったんだけどね、まあ980円ぐらいだったらちょっとね、買うのどうしようかなと思ったんですけど、まさかの280円で売ってましたので買わせていただきました。もしかして僕が売ったのがまた戻ってきたのかもしれませんが、はい、お帰りなさいませということで。そして2つ目は、ストーリーの方にもねちらっと映ってたの、分かった方には分かったんでしょう。今年最後の紹介の、プラレールトーマスシリーズはこちらです。ドゥン、ラスティー。はい、ついにラスティー手に入れました。これはディーゼル機関車なのかな。車体番号5番って書いてありますね。はい、さあスカーロイ鉄道で頑張ってくれることでしょう。かっこいいね本当に。まずね、動くかどうかまだ見てないので、ちょっと電池入れて走らせてみましょう。ジャンクだったらどうしましょう。なんだっけ、マイティーマックをね買った時に実は一緒に買ってまして、特に調べないでマイティーマックの方だけね実は先にご紹介して、マイティマックの客車だと思ったらね、コメント欄でラスティの客車だっつうから、もう勘のいい方はラスティも買ったんじゃねえのって思った方もいたんじゃないでしょうか。はい、ラスティ君はちゃんと走れるんでしょうか。おお、大丈夫だね。はい、ちゃんと走れる元気なラスティをゲットしました。そして客車がこちらになりますね。はい、こんな感じです。これででもさ、本当にラスティ含めスカーロイも集まったし、すごいサーハンデル、今年は当たりですね。こんなに集まっちゃったよ。フレディも、うわー、パーシーチャンネルじゃないみたい。何この品揃え、すごいね。この後半下半期でなんか一気に畳みかけるように、なんかこんなにキャラクターをね手に入れちゃったし、本当あれだもんね、ノースキングダム編の先駆けで祖道島の地下洞窟でダンカン見つけて、ノースキングダムでこれ見つけて、サーハンデルは大きくなりたいだっけ、いや大きくなって、スカーロイはね最近手に入れて、ついにラスティですよ。こちらに至ってはもうダグラスまでいますからね。はい、ということでついにラスティまで手に入れちゃいました。次は狙うはここに、僕はピーターサムをぜひね置きたいところなんですけれども、はい、お財布と要相談でございます。ということで今日はですね、びっくり顔のパーシーとラスティのご紹介でございました。それではまたご覧ください。バイバイよ。はい、ということでね、パーシーとラスティのご紹介でございました。そしてね、皆さん、これ葵くんが全部並べてくれたんですが、全車両ですね。年末なんで拭き掃除をしましょうか。簡単にね。パーシーこんな大きさなんだね。いつから始めたっけね、パーシーチャンネルは。2019年かな確か。自分個人的にはもう感覚的にはもうまだ2年ぐらいの感じなんだけどね。やっぱコロナとか経験してるとさ、コロナ前からやってたよなとか考えると、3年より前だよな。この家買ったのが2020年なんで、それより前からやってたな。前の家、2019年だ。葵くんがまだ1歳半ぐらいの時からやってんだもんな。すごいね。それがもう来年の4月は小学校行くっつんだから、うちの子供がね、びっくりしますよ本当に。自分もどん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 おっさんになってるんでしょうね。白髪もなんかちょっと生えてきたし。諸行無常って聞いたことありますかね。仏教の言葉ですけども、全てのね命あるもの、命ないものでも含めてですけども、
年を取らずにいることはできないと、そのままの状態で居続けることはできないという言葉を説いた説法ですね。説法っていうのかな、前後っていうのかな、お釈迦様が説いた前後か。人間もだから何人たりともね、年を取ることをね止めることもできないし、このプラレールだって一度プラレールという形を与えられたからにはね、いつか壊れる定めが待ってますしね、いつかは誰かの手でゴミ箱に捨てられて、ゴミ捨て場に行って焼却場で一度燃やされる、それがもう世の定めなんですね。それが諸行無常ですね。だから何がそれを言いたいかっていうとね、お釈迦様はそういうことは考えるのやめましょうと。人間は常にね、この苦しみと煩悩の中にいると。生きる苦しみ、年を取ることを恐れて、死ぬことを怖がって、小さな小じわができたり、白髪が、さっき言ったね、白髪が生えてきたら気になって、親の行く末、自分の子供たちの行く末、自分の社会的な地位に不安を覚えたりね、人よりもねいいチャンネルにしたい、チャンネル登録者数をもっと増やしたい、これも煩悩なんですってね。お釈迦様に言わせればね、もっといいプラレールが欲しい、もっと人よりいい服を着たい、いいカバンを持ちたい、いい靴を履きたい、いいリュックが欲しい、ブランド物が欲しい、人よりもかっこよくありたい、人よりも綺麗でありたい、人よりも綺麗な奥さんが欲しい、可愛い彼女が欲しい、かっこいい彼氏が欲しいとかね、人よりもいい食事をしたい、毎日幸せな大きなお家に住みたい、そういう欲が、人間は本当に欲の塊ですからね。だからもう今ウクライナと、まあロシアが一方的にね攻め込んでるだけですけど、領土問題だったり、あそこの土地が欲しいね、中国もそうですよね、覇権主義ですから、チベットは俺らのものだ、ウイグルは俺らのものだ、そして香港までも俺たちのもんだ、次は台湾だって煩悩なんでしょうね。お釈迦様の言うところの、飽きたらず、あんなに広大な土地を持ってるロシアも中国も、それだけでは飽き足らず、さらにもっと領土を増やそうとね、戦争を仕掛けてるわけですね。まあ今のイスラエルとあのガザのね、ハマスの問題はまたちょっと領土問題とは違うんですけどね、まあ宗教戦争ですよね、あれは本当に。ということで、僕がね、何を言いたいかというと、別に僕仏教徒でも何でもないんですけれどもね、あ、まだ消してなかったこれサーハンデル、まあ仏教のことちょっと関心があってね、今年は結構勉強した方なんですけども、やめたことが一つあります。今年、今日の朝起きてね、例えば、今日仕事で午後からちょっと大変な仕事があるとするじゃないですか、今日の夕方でもいいや、そうするとそのことを朝から考え出すと、頭のどこかでこう朝からずっとその嫌な仕事のことがこうちらついて、何かこう一日中ちょっと憂鬱な気分というかね、ああ、あの仕事夕方あるのか、朝起きた時もそう考えてしまう、お昼ご飯食べてる時も、ああ、もうちょっとしたらあそこの家行くのかとかね、3時のおやつ、美味しいおやつを食べてるにもかかわらず、ああ、あと1時間であそこの家行くのかとかね、あの仕事あるのかとか考えると、結局その嫌な仕事っていうのは1日の中の30分とか1時間で終わることなのに、朝から考えていると、その朝、まあ、8時から起きて夕方4時にその仕事があるとして、8時間ずっとそのことを考えて、その8時間分の人生をすごく無駄にしてるっていうことに気がついたんですね。結局その4時、嫌な仕事っていうのは必ず訪れるわけではないんですねではあるんですけど、もしかしたら僕が交通事故で3時30分に死ぬかもしれないじゃない、もしかしたら3時15分に会社から電話かかってきて、そのお客さんちょっと転んで転倒して入院したよって言われたら、その家に行かなくていいことになるかもしれないじゃない、もしかしたら保育園から電話かかってきて、保育園が高熱を出したから迎えに来てくださいって言われて、会社に連絡してその仕事を僕が急遽休むかもしれないじゃない、そうすると朝8時からそうやって抱えていた憂鬱な気分っていうのは、とっても無駄な憂鬱な7時間8時間を過ごすわけ、無駄、すごい無駄な時間じゃないそれって。それに気づいたんで、その時間まで嫌なことがあっても、今5分後10分後のことを考えて生きよう、暮らそうと、そういう風に考えるように変えました。これが一つ僕のね、毎日の日常生活をねより良くさせるためのいい一歩になったと今年気づきました。だってよく考えたらですけどね、今を生きる僕らは1分後だって何かを考えて行動しなきゃいけない、5分後だって何かがあるわけ。
10分後だって何かやらなきゃいけないこと、ずっとただぼーっと座ってテレビ見てね、テレビ見てるだけでいいならいいけど、仕事したりね、学校行ったり出かけたりするとずっと同じところにいるわけじゃないですからね。いろんなことを考えて、いろんなことを経験して、いろんなことをインプットしたり、アウトプットしたりね、やっていくわけですから、あえてそんな7時間8時間後のことを今から考えてるんじゃなくて、だったら今この5分1分後2分後3分後5分後先のことをしっかり考えて、より良い今を生きる方が建設的であり幸福感も高まるんじゃないかということを気づいたこの2023年でございましたので、ちょっと生意気ではありますけど、皆さんとちょっとこれシェアできたらと思ってちょっと今日お話ししてみました。仏教徒ではないですけどね、そのお釈迦様の言葉とかそういう前後っていうのを勉強するとね、まあいろんなことを自分で発見できたり気づかされることもあるのでね、まあ、仏教っていうのは日本ではかなりまあ馴染みの深いものですし、まあ古くからね、奈良時代ぐらいからもう伝わって庶民には定着してましたんで、やっぱりこう心に響くワードというかね、言葉ありますよ、心に響く言葉。うん、やっぱ古来からね、僕らのおじいさんおばあさんの、そのまたおじいさんおばあさんからこう信仰じゃないけどこう信じて行ってきたね、仏教っていう、仏教のいろんな教えっていうのはあると思います。それが多分今の日本の生活にもね、根付いてるところもいろいろあると思うんですよね。うん、まあここら辺にしましょうか、宗教の話はね。どっち結局一回も出ずじまいだったじゃん今年ね、かわいそうに。どっち、そしてレディーですね、今年大活躍でした。レディーノースキングダム編では大活躍したけど、ソドー島に帰ってきてどこ行っちゃったんでしょうね。急に見かけなくなりました。うわ、これ全部やるの大変だ。これは旧黒ですね、旧黒はね、こっち壊れちゃってんだ、車輪もね。文字通りのスクラップでございます。ヒロもなんだかんだたくさんいるんだよな、3台持ってる、ヒロ。ほい、うん、もう一丁。パーシーチャンネルはどうなんだろう、みんなに比べてこう結構持ってる方なのかね、車両。それともいやいやまだまだだよ、アマちゃんがーっていうぐらいの量なのかね。正直まだ最近またコメントねいただけてるんですけど、まだ持ってないキャラ30選っていう動画があるんですけども、さらに追加であれとあれとあれもありますよとかね、そういうコメントいただくと、わ、しかもその動画出してから一体何体キャラクターを手に入れて、何体さらにあれもありますよって追加されてるのかわかんないからさ、結局まだ30台ぐらいまだ結局持ってないのかなっていう気もするんです。一体あと何台集めれば全種類コンプすることができるんでしょう。タカラトミーから出しているさ、機関車だけじゃなくてトラックマスターっていうアメリカのあれでしか出てないやつ、ピーターサムとかさ、ああいうのも集めるって考えるともう途方もないよな。でもピーターサムはぜひ欲しいんだよね。あとあれも欲しい、ちっちゃいの、なんつったっけ、3匹のちっちゃいやつ、バートとかサンダーだっけ、なんかいたよね、カブプラで確かあったと思うんだけど、トリオ、海賊船の映画で確かちょろっと出てきたんじゃなかったっけ、なんて名前だったっけな。こんな感じ、すげえな、スクラップ置き場みたいになってきた。ドン、今日はねもう最後の最後なんで、仕事も終わったのでですね、みんなで横浜のねコンチネンタルホテルっていうね、三日月の、見たことある人いるかな、コンチネンタル、僕のちょっとお気に入りのホテルなんだけど、半月の形したねホテルがみなとみらいっていうところにあって、そこがすげえ夜景とか綺麗なのよ、海が、ホテルの窓からさ海も見えて、ちょっと後で動画アップしますけれども、あそこ昔葵がちっちゃい時に一回行ったのかな、ちょっとカイナちゃんも連れてってあげたいと思ってね、うん、今年最後は横浜でコンチネンタルホテルでね、ヘンリエッタはまだ出てなかった、楽しい一夜を過ごしたいと思います。よいしょ。さかちゃんさんからもコメントねいただけて嬉しかったよ、ラスティやりますねとね、大したもんですよと、高いのにレアなのにってね。そうで、メルカリを結構使ってるけど、そうね、トレファック様、まあこれは年末年始ちょっと楽しみなんだよね、トレファック、まあメルカリを含めてなんだけど、多分動きがかなり大きな動きがありそうなんだよね、売ったり買ったりの。
プラレールももしかしたらもう年末で卒業っつって正月で一気に売っちゃおうっつって売る人も出てくるかもしれないんで、ちょっととにかく年末年始要チェックしたいと思っております。はい。あとケイジさんもね、あの YouTube のなんていうんだっけ、あれは投稿のシステムを使ってケイジ 1011F さんよくね投稿されてるよね。僕結構チェックしていいねをさせてもらってるんだけど、なんか昨日もプラレールとね、あの N700A とかパーシーとかね、新しいの新品でゲットしたみたいで、たくさん持ってそうだよね、ケイジさん。ケイジさんはなんかね、カンガルーヨッシーさんばりなんかすごいテクニカルなところすごい詳しそうな気がするんだよね。メカニックなところとか、うん、すごいクロート肌な感じが、ドイツ人物じゃない、ないんじゃないかな、別赤使ってんじゃないかなって疑ってるぐらいなんですけど、なんかすごい詳しそう、二人とも。うん。そしてあとクラスチャンネルさんもね、この前ねオリジナルの長い長編の動画アップされてましたけど、すごいね、あの声、あのゆっくり解説のなんて言うんだっけ、あんま知らないんだけど、ゆっくりしていってねってやつ、レイムとかなんとかってやつあるじゃないですか。あの声ってどうやって作ってんの、みんな教えてくれ。あの声なんだよね、みんなキャラクターたちが。だからうわー面白いと思って、どうやって作ってんだろうって超気になっちゃった。でもあれ結構さ、あのゆっくり解説のやつって結構ためになるようなね、歴史のことだったりとか、まあ勉強になるようなコンテンツを結構アップしてるから、見ながら勉強になればねいいんじゃないと思うんですけどね。なんかね、中学生のお子さんがいるお宅に前仕事でお邪魔した時に、そのずーっと YouTube でその何とかこうとかで何とかですねとか聞こえてきて、そのおじさんが、お父さんがね、ムカつくんだよなあの声、ずーっとあのロボットみたいな声の動画ばっかり見てて、息子がねそこで初めて知ったんだけど、あれ多分勉強してたんだなと思って最近思う。その子ね、今だったら教えてあげられるんだけども、そのお客さん終わっちゃったんでね、支援がね。エミリーも懐かしいな、しばらく出てないね。はい、もうどんだけいんのよ、もう疲れた。はい。あとはあれださ、トーマス文チャンネルさんもね、あれなんて言うんだっけ、あの葵くんもね、今年あのカレンダー式のあの12月1日からあのカウントダウンで毎日こうめくってってチョコレートが入ってんだけど、クリスマスまでカウントダウンチョコレートを食べてましたけど、文チャンネルさんもなんかトーマスのさ、すごいよねあれ、一個ずつ開けてくやつ、あんなの売ってんだね、クリスマスカウントダウントーマスみたいな、初めて見ちゃった。あれも毎日動画アップしてて、面白い企画を考えますねと思っちゃいましたよ。はい。パーシーチャンネルは今年どうだったかな、皆さんから見て面白い動画をたくさんアップできてたんでしょうかね。何がみんなに受けて、もっとこういうのやってほしいなっていうのとかね、あったらね、もうちょっとやっていこうかなと思います、いろいろと。パーシーストーリーだけだったんだよね、そんちさん始めた頃は。パーシーストーリーのみを、だからそうね、1週間に1本ぐらいのペースでアップしてて、それ以外は、そのご紹介とか、まあ、紹介ぐらいはちょっとやってたかな。確か、エミリー紹介とかやった気がする、最初の頃ね。でもほんとストーリー1本でやってたけど、あとガチャガチャもほんとたまにね、でも、ほんと昔はあの、いつトーマスガチャが発売されてるのかも全然知らなかったし、たまにスーパー行って会ったらやるぐらいの感じで。だからね、最近はいろんなのアップするようになったなと思いますよ。本読んだりとかさ、探せをやってみたりとか、まあ、お出かけしてみたこと最近アップしてないけど、はい、あと絵描いてみたとかね、目隠して誰だか当てるとかね、車両を、いろんな企画めいたことやってますよね。どんなのが楽しかったんだろうね、そしてどんなのがつまんなかったんでしょうね。もっとね、企画めいたこともやってみたいなとは思うんだよね、本当は。うん。とか、トーマスタウンとかに、もう思いっきり、なんだろう、パーシーチャンネルの専用 T シャツ作って、思いっきりあからさまに YouTube でパーシーチャンネルやってますっていう T シャツを作ってね、それで突撃してみるとか、トーマスタウン。どんだけ声かけられるかとかね。そこででもチャンネル登録者数を100人増やすとか、そういう企画も面白そうだね。みんなに声かけて、すいません、パーシーチャンネルやってますって。だってもうそこにいる人たちってみんなトーマスファンでしょ。トーマス好きな子たちばっかりだから、まあ、少なからずね、まあ、チャンネル登録者数は増えると思うんだよね。これは面白そうだね。かなり顔を晒すことになるけどね。うん、ちょっと腹をくくって、そういう企画やってみるの面白そうだな。
そうか、日時を指定しといて関東近郊にいる皆さんを集めてオフ会やるとかね。うん、一周回ってマジでメントスコーラやったら面白そうだけどね。ロージーも懐かしい。はいはいはい。そしてね、皆さんは年末年始はどうお過ごしなんでしょうか。僕らは旅行行って一泊二日で帰ってきて、元旦二日はね、本当は実家に毎年行くんだけども、今年は実家にはあえて行かずにですね、ちょっと家族でうちでゆっくり過ごしまして、懐かしい DZX で、3日の日からうちの両親たちとみんなでちょっと旅行に行こうっつってね、旅行に行く予定で、そんで帰ってきたら4日休んで家で、2日も家で休んで、6日も家、7日も家で休んで、で8日から仕事開始って感じですかね。体がなまるわ。絶対こんな休み取ったらまた太るわ。一応ね、78からやって、そのクリスマスまででダイエットやめるっていう予定だったんだけど、やっぱりもう染みついちゃって、もうご飯白米が食べれなくなっちゃってね、あんま食べたくなくなっちゃって、豆腐とかゆで卵とかサラダとかそんなの中心に食べてんだけど、未だにね。まあ年末年始は餅食ったりそば食ったりいろいろおせち食べたりで、まあ太るでしょうが、一応78から今70、さらにね、クリスマスよりさらに減って 71.5 までいったんで、約1ヶ月ぐらいで 6.5 キロぐらい痩せたんじゃないかな。うん、だいぶ体絞れました。いけるね。うん、食べ物だけでダイエットできんだね。大して運動もしなかったんですが、本当に朝飯は全部あれですよ、セブンイレブンで売ってる、なんて言ったっけ、サラダラップって言ったかな、深入りごまドレッシングのサラダラップ、うん、なんか薄いパン生地みたいなので、サラダと鶏肉がこうぐるっと巻いてあるやつが300円ぐらいで売ってて、それと、健やか茶ですね、糖の吸収を抑えてくれるっていうあの飲み物、あれ朝飯で食べて、でお昼は豆腐、ゆで卵、サラダ食べて、夜ご飯は、刺身で豆腐、あとはあれですね、サプリメント、ビタミンのサプリメント食べた、あとみかんも結構食べましたね。うん、その生活やってりゃ痩せます、痩せるよね。うん、あとね、自転車、基本自転車で移動なんだけども、うん、ちょっと次の利用者さん家まで時間があるときは歩いて、自転車を押してね、こう移動したり、1日1万歩を万歩計で目標にして、うん、1日1万歩は絶対歩いてましたね。うん、歩いてるってわざわざウォーキングしたわけじゃなくて、自転車押しながら稼いで1万歩なんとか歩けてましたね。はい、フランキーも懐かしいね。そうだから、今年はね、来年はね、年末年始、あ、年始休みが多いので、トレファク様もしっかりチェックしよう。うん、トレファク見に行ったり、お正月企画でなんかやりたいね。うん、ライブもやりたいな、お正月。そうだね、時間あるから何日か決めてライブやりたいですね。もしなんか希望日なんかあれば、みんなと本当にお正月トークやってみたいな、本当に。あとカラオケも行きたいな。最近あの歌にハマっちゃって、あの畑元博さんのうろこっていう曲知ってますか。2年前ファーストテイクで歌ってたけど、もう十何年前の歌なんだけど、めちゃくちゃいいのよ、うろこサビが。うん、ぜひね、聞いてみてください。めちゃくちゃ心に刺さるね、サビのあの4小節ワンブレスで歌い上げる畑元博の声量たるや、腰が抜けますよ、本当に。ベレスコードも懐かしいですね。全然登場しなくなっちゃった。おう、ああ、疲れた。動画回しても30分だよ、もうやばい、怒られちゃう。今日これから横浜行くんだっつーの。いつまでやってんねんって奥さんに怒られちゃうよ。最後、応援忘れたらいつも怒られちゃうから。応援、どこ行った？あれ？ねえじゃん。くるくるくる。応援見当たらんな、これ。すまん、応援。もう時間切れだ。くる。あ、いた。いつも君ないがしろだからな、ごめんね。応援頑張ってくれました、みんな。はい、一通りね、ざっくりですが綺麗になったんじゃないでしょうか。はい、ということで、ガチで貨車までやろうと思ったけど時間かかりすぎるんで、はい、持っているプラレール全部、プラレールトモシリーズね、はい、パーシーストーリーで1年間お世話になった皆さん、スクラップ置き場じゃないですよ、ここ全部掃除していましたという動画でございました。それでは皆さん、良いお年を。またご覧ください。バイバイよー。